れだけは言えるわ。私彼氏と別れそうなんだよねって相談してくる女は一番信用ならんからな。結局のところ彼氏に寂しい思いさせられてそうやって言ってるだけで、結局彼氏大好きやから。まあ、2回以上関係を持ってて、その好きだよって言ってるとしたら、まあ、カッコがあると思うんですよ。1つ目のカッコは、お前の体が好きだよ。2つ目のカッコは、お前、誰にも抱かれないよって、ただの縛り。つまり、他にも男いるから飛んでくよみたいな感じでいたらいい。ね、なんで距離置いちゃうの？私、家族とかさ、そういう距離の置き方で仲良くなったみたいなパターンは聞いたことあるけどさ、その、恋人と距離を置いて良くなったパターン全然聞いたことないんだけど。なんかもうぶつかり稽古した方がいいんじゃね？もう直接話して。傷ついてもいいから告白したいって告白するやつってめっちゃかっけえが、普通に。で、私、大人になって思うのが、この年になって、俺、告ったことないからみたいな。なんか、それで誇り持ったやつ普通に出せえなと思って、今めっちゃ告白してんじゃん。うん。やばい。ね、リップつきすぎた。取って。もうなんかさ、彼氏に頭ポンポンされるとかさ、もう何でもしてくれって感じだけどさ、普通に彼氏じゃないやつに頭ポンポンされたらさ、マジで、え、頭ポンポンより鼻ほじられる方が好きなんですけどって嘘ついちゃう。やっぱ花火大会って好きな人と行くと青春みたいなあるじゃん。私もね、一度はしてみたいなって思うよ。したことないし、けど汗だくギタギタベチャベチャな自分を好きな人見られたくもないし、なんか浴衣って最初着た時テンション上がるけど、後から崩れてきたらめっちゃ、まあ、髪型がダサいとかさ、服がダサいとかさ、まあ、性の相性が悪いとかいう人って多分、その今まで出会った人の影響がそんな良くなかったんだなって思って、変えれるのは自分、つまり自分がプロデュースしてこみたいな。まあ、いつもマックばっか食べてたら飽きるとか、まあ、たまに食べるマックが美味しいとか、まあ、お寿司食べたいなとか、まあ、いろいろなるよな、そりゃな。じゃあ出すか。イオンのフードコートの女になるか。メスマツキを出すと、自分の日常に溶け込んで、一緒に溶け込んでくれた瞬間が一番幸せなんですよ。ほんとくだらん話でもう何か笑ってるとか、もう横になって一緒になってるだけで幸せとか、日常を溶け込む瞬間が女は幸せなんですよ。さあ、松木里奈さん、初めての長崎ちゃんぽん。いただきます。優しい。